高浜町でいつか白い砂浜のように真っ白な気持ちで行動を起こそうとする高浜白宣言のキックオフイベントが開かれました。若狭和田海水浴場で開かれた高浜白宣言のキックオフイベントには町民らおよそ250人が参加しました。はじめに日村副町長が高浜白宣言の経緯を説明した後、野瀬町長が宣言文を読み上げ、町民に白宣言への思いを示しました。純粋な白、貝殻が細かく砕けてできた若狭地方だけの真っ白な砂浜、新しい名物を作ろう、新しいプロジェクトを始めよう、町の一人一人が主役となって町に眠るわずかなきっかけも見落とさずに続いて野瀬町長が町のシンボル青葉山に似せた砂山の頂上に白宣言の旗を立て決意表明をしました。このあと浜拾いが行われ、町民らは袋を手に砂浜に落ちているゴミを拾い集めました。この浜拾いはゴミを拾うと同時に町への愛情も拾い、未来につなげてほしいとの思いが込められていて、高浜白宣言の基礎となる活動の一つです。やっぱし気持ちいいお客さんに一人でも多く来ていただくように努力したいと思います。それぞれの町民が、自分でできること、自分の思いをね、少しでも行って、で最終的には皆さんの心が、街を美しくしたいというかね、そういうような方向につなげていけばいいと思います、このように思いますけど、一番大事なのが、その人に共感を与えるというか、やる気になるっていう、まず気の部分が大事なんで、まずはその何をするとか何ができるじゃなしに、まずその心に火をつけるっていう部分が非常に重要ですので、この白宣言というのはそういう部分ではこれからの具体的な計画の前段階として、骨格になる、地脈となるような、そういう宣言ということで今回こういう計画を立てました。今の段階でも町民の皆さんが徐々にこの白宣言に共感していただいて、その核となる人がだんだん広がってます。そういう意味ではもうこの白宣言というものを町づくりの一つの根幹に位置づけて、やっていくということで、非常に期待もまた手応えも感じています。この高浜白宣言は行政と町民が同じ志を持って、町の誇りである白い砂浜のように真っ白な気持ちで大きな行動を起こしていこうというものです。今後は外部アドバイザーの協力を得ながら、町職員の有志や町民らで意見交換を行い、活動の方向性を検討し行動していくことになっています。かなりいいですね。かなりいいですね。もう一回じゃあ。